僕、勉強です。お子さんは僕のことを好き嫌い好き嫌い好き嫌い好き好き勉強が好きになっちゃう学研教室無料体験。僕、勉強です。お子さんは僕のことを好き嫌い嫌い好き嫌い好き嫌いなの好き好き嫌い好きやられ勉強くん勉強が好きになっちゃう学研教室無料体験やってます。勉強訓役の千葉雄大さんです。お願いします。はい、ありました。本番よーい、はい。僕、勉強です。お子さんは僕のことを好き嫌い好き嫌い好き好き嫌い嫌い嫌いなの好き嫌い好き。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。好き嫌い好き嫌いよーい、はい。嫌い好き。あ、好きか。俺も好き。嫌い好き。あ、わかりました。嫌いはい、カット。ありがとうございます。よーい、はい。はい、カット。はい、テイク。よーい、はい。勉強くん。はい。100点になったよ。すごいね。頑張ったね。イエーイ。イエーイ。イエーイ。はい、カット。はい、じゃあ、失礼します。はい、ですね、もう一枚、はい、ワン、ツー、セック、はい、チェックします。チェックします。はい、やったー。はい、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 よーい、はい。学研教室で勉強が好きになっちゃう。ランラランランラランお疲れ様でした。ありがとうございました。すごく照明だったりもちょっとこう不思議なファンタジーな世界みたいな色だったりとか、衣装も白だったりとかしたので、なんかすごく勉強くんとしてやりやすい環境ではあったんですけれども、まあ、なんかこう勉強を皆さんに好きって思ってもらえるように勉強くんとして頑張りました。でもなんかあはははっと笑うところがあったんですけど、そこはちょっともうちょっと子供に好かれるような笑いを追求していきたいなと思いました。いや、そんなことはないんですけど、一生懸命頑張りました。まあ、やっぱ笑顔のところはすごく多かったのではないかなと思うので、なんかそういう意味でこう勉強っていうことに対するイメージがなんか少しでもこう明るくなったらいいんじゃないかなと思います。まあ母は割とこう勉強に関して割と熱心に言ってくれるタイプでしたので、やっぱり100点とか取ると嬉しかったですし、そういう意味では好きだったのかもしれないですね。やっぱ国語はすごく好きで、なんか小学校の時はなんか本読みっ
ていう宿題があって、それはこう母だったり父だったりに国語の教科書のを読んでハンコをもらうっていう宿題だったんですけど、なんかそういうところからどんどんこう好きになっていきましたね。そうですね、文系科目の方が好きではありました。でも割と1ヶ月ぐらい前から計画表みたいのを作って、こう一つずつ こなしていく作業は好きというか、その計画表作りが好きだったっていうところもあるんですけど、そういう感じで取り組んでたんですけど、振り返ってみるとやっぱこうテストの前だったりとか、なんかそういうところでこうバッてこう集中して勉強するよりは、やっぱ毎日少しずつでもなんか予習復習してた方が楽だったなっていうのは大人になってからは思います。小学生の頃はアナウンサーって書いてましたかね、はい、朝の情報番組とかが割と好きだったので、そういう影響だったと思うんですけど、小学校の時は軽部さんが好きでした。今回初めて学研教室の CM に出演させていただくことになりました。勉強くんとして僕が出演しているんですけれども、ご覧のお子さんたちだったりに、勉強好き嫌いとこう問いかけるところがあるんですけれども、ぜひ、まあ、少しずつでもいいから好きになってもらえたら嬉しいなと思いますし、ご家族でもなんかお子さんがそういう好きな環境になれるように、みんなで一緒になんか取り組んで行かれたら僕も嬉しいなと思います。